皆さんこんにちは、森有です。今日はね、ずっと前からもうめっちゃ本当数年前からずっと質問が来ていたものについて語りたいと思います。世界仰天ニュースに森有ちゃん出てましたかっていう質問がめっちゃ来るんですよ。で、未だに来るんですけど出てました。で、あのウィキペディアにも書かれていますし、調べるとあの本人じゃねえってなるんですけど、私でなんかあのなんですか、動画、昔の動画概要欄に載せておくんですけど、何回か私も告知もしてますし、本人です、本人なんですけど鼻でした。はい、ということでその時の撮影時の秘話をね、語っていこうかなと思います。で、なかなか多分見ててすごく大好きでしたとか、このあの生クリーム飲んだりとかすごい面白かったですとかって言ってくださる方がね、皆さんいらっしゃって、すごく監督も喜んでくださってめっちゃありがたかったんですけれども、今後出るんですかっていうのもあったりして、今私なんていうんですか、結構痩せてしまったので、お誘いは受けるんですけど、今何キロって言われて、もうその100キロ台とかそのぐらいではないからできないねって感じで今やってない、はい、感じでございます。でです、ちょっと今日はね、クロームキャストを通してね、 YouTube に上がってんの私初めて知ったの。初めてっていうか、なんか何回か上がってって、でも消されてるのは見たことがあったんだけども、また上がってるのをね初めて知ったので、なんかああ上がってるんだと思って、でみんなから質問が来るんだなっていうのを知ったので、ちょっとここでまたね仰天ニュースのことを話したいなと思うんですけど、やっぱ著作権関わってくるので、ちゃんとねイヤホンをしてとテレビで見ながら、ここ止めて画像をここら辺に出して、こんな感じでしたって言いたいなと思います。ちょっと実況みたいですごくちょっと楽しそうで、ここにちょっとワイプを入れていくので、ちょいとずらさせていただきます。やばいやばいやばい、顔の張り具合が全然違う、やばやばい。いや、それはみんなあれだわ、違うよねっていう。はい、ここストップ、ストップ。ついたあだ名ゴジラ、私ゴリポンワンダフォーだったから。はいはい、ストップ。はい、ここっすよ、ここホイップクリーム。私この撮影の後にマジこれ本当にあんまね言いたくなかったんですけど、撮影の後にね、ホイップクリームハマっちゃって、業務用のホイップクリームを買うようになって、3個ぐらいストック買って、デザートにというか一口ですよ、ガーッと飲まないですけど、一口も買わないですけどね、ちょっとの飲んでいた時期はありましたね。はい、体に良くないので皆さん本当飲まないでくださいね。はい、ここです。デブの代名詞と言われたというところなんですけれども、私これ制服着てるんですよ、制服。ここに今制服出てると思うんですけれども、制服ね、実は私ウエスト入ってないんです。これ私当時120ぐらいウエストがありまして、私今バスト100、今20、あ、持った盛りすぎ102なんですよ、バスト102から105の間なんですけれども、ウエスト120だったんですけど、一番その制作の中で大きいスカートが入らなかったんですよ。なので制服の中でガムテープで止めてこの撮影をしてます。これうまい具合にね、ほんと見えなかったんですけど、まあこれはね、あれですよ、極秘情報とかそういうのではないので、私のなんかむしろ一部の多分スタッフさんしかそれ知らないこと、むしろ一部っていうか多分監督さんすら多分知らない本当に衣装さんと私ですげえ苦笑いして、どうしよう入んないってなって、本当すいませんみたいな、なんかもう謝るしかなかったです、はい、これにはショック、これにはショックです、私それにショックでした。そのガムテープのショックさがこの表情に出ているっていう風に思っていただけると辛い。あ、ちょっと止めます一回。皆さんによく聞かれることがあるんですけど、この撮影の時もお団子今してるんですね。してるんですけれども、
まあ後でドーンと多分出てくると思うんですけど、あの後で出すこの画面もこちらに出しておきますね。後でこの画像出るんですけども、あのお団子常に私してたじゃないですか、あの撮影の時見ていただいた方は。あのお団子なぜしていたかというと、アリスちゃんって常にピンクですよねっていう話をされるんですよ。で、あのドラマとか何個かこう出させてもらう中で、演技をする時に髪ピンクって邪魔にならないんですかってよく言われるんです。で、実際今回もですね、あの撮影でちょっとあの多分昨日の動画よりは黒くなってるかなと思うんですけども、やっぱり正直ピンクだとですね、演技だったりとかがもう億劫になってしまうので、これのこの撮影の時はスプレーをしてます。黒染めスプレーをしてます。あのちなみに洗った時の泡こんな感じです。泡もピンクでメルヘンみたいなはい、とりあえずピンクですね。はい、すごい食べてるね、すごい腹だね、すごいコーラ飲むね、ダイエットの髪が降りてくるって降りてきます。はい、でここです、ここ、はい、合コンのシーン、また合コンしてる、またとりあえず合コン多いな。で、あの合コンのシーンですね。はい、これどっかで見たことある服なんだよね。気づきました？下手くそだな、もうちょっと上手い感じでフェードインしたかったけどさ、まあわかりますかね、これあの当時の服なんですけど、すごい当時だって、これ今載せますけど、ここにやだ、なんかすごいわかるかな、ここに今載せてますけども、当時の服これ着てるんですけど、はい、当時こんな感じで着ていたものなんですね。あのなんていうのかな、ちょいなんていうのダボみたいな感じはい、着てます、着てますというか、これ実家から持ってきました、いやなもうね、ほんと3年くらい前だからね、変な感じですね。3年も着てないの、むしろこの服。はい、これで合コンを抜け出します。やばいこれ、ちょっとストップした、やばいこれ、やばいな、この腹の乗り具合、あー寒くなっちゃった、この腹の乗り具合やばいですね。痩せます、頑張ります。はい、ここストップ。よくここですよ、私相撲取りみたいって言われるんですけど、私もっと相撲やってましたから、もっともっと相撲全国2位ですからね、やってましたから相撲、むしろ元相撲取りです。はい、それだけ言いたかった。はい、ストップ、ここストップです。このピンクの靴も当時、何このピンクの靴とか、可愛いって言ってくれる子もいたんですけど、いろんな意味であの賛否両論だったというか、だったんですけど、これ私の靴です。まあ多分あの私のこと知っていただいてる方は分かると思うんですけど、私の靴です。で、あのこれは原宿でいつも買ってるお店で買いました。でダイエットを決意しましたね。ダイエットの髪が降りてきた、はい、降りてきました。で今ここです。今ねえ、お願いがあるのって言って、はい、これから私のことデブって呼んでほしいの、はいみたいになってるところですね。そこで、はい、今そこです。で今猫が喧嘩してるわけじゃないです、子供が喧嘩してます。はい、ということでちょっとスタートしたいと思います。あれガチで猫の喧嘩っぽい、猫ちゃん、やばい、猫がガチであの一匹のメスを争って喧嘩してた季節ね。ここです、ここすごい好きなんです私。あのこれ、あの私すごく変顔をいつもしちゃうので、あの変顔を抑えるのがすごく大変だったんですよ。あのでなんかあの明日も頑張ってねデブって言って、えっていう、なんかもうすごい、なんかもうすごいね、えみたいな顔したんですよ。そしたらちょっとやりすぎって言われて、これでも結構抑えてる方です。結構私えって顔してたんですけど、抑えてるえっていう絵なんです、これは。なのでちょっとこれは思い出深い、この絵ですねはい、出ました、ここです、止めます。はい、今日もデブでしたねっていうやつですね。で、あのかなりイラっとくるのところのはですね、本当にガチ顔してます。ここはあの結構あのガチ顔でこうこんな感じで、もうなんつうの、はぁっていう感じで、あの気にもたれかかる変顔をとりあえず入れる。なんかあのかっこ驚きとか書いてあるんですよ、台本とかって。
で、かっこ驚きの表情っていう、私の驚きの表情ってわーとかじゃなくてえっっていう感じなんですよ私は。だからあのどこまでかがわからないから、ね、変顔じゃないんですよ今のえっていうのは。でえーの最大けなんつ最高潮みたいなえもあるんですけど、どこまでの驚きなのかがわからないから、なんか随時それは監督さんとあのこの驚きの表情っていうのはわーですか、それともえですか、それともえですか、それともえですかとかで、ね、一回一回こう聞くんですけど、そんぐらいあの表情には私結構、ね、こだわってるっていうか、なんかこだわってるっていうかね、なんていうの、表情がでかすぎるんですよ。リアクションとかがでかいので、よく監督さんにはあれじゃもうちょっと抑えてもいいよとか言っていただけるですけど、まあオーバーなんですね昔からね、リアクションがね。でもこれはねやっぱ相撲やっていた当時のね、あのやっぱり思い入れがあるので、木に対してはこう真正面にこう当たるっていう感じの思い出、かなりイラッとくるっていう感じで当たりました。これはここはねちょっとね私ふざけましたね、ここふざけて真面目に演技しました。でもさ、よく考えたらさ、私これ39キロ仰天チェンジしてるけど、私今35キロぐらいこの当時から減ってるんですよ。で、私が目指してるってか今やなんかすごくやりたいのは、仰天チェンジに出て仰天チェンジっていうやつをやりたくて、なのであと15キロぐらい痩せたらお願いします。でマックス89キロあった体重が半年間でドゥルーンってなってるところで、私の仰天チェンジもとりあえず載せとこうかなと思うんですけど、私のね仰天チェンジはね あれなんですよ。私一回太っててマックス88とかだったんだけど、そっから58とか60とかこう行ったり来たりとかしてて痩せたんですよね。でそこから105キロまで行っちゃったので、で105キロの時からのしかみんな多分4年前から YouTube やってるから、その105キロの時しかみんな見てないんですけれども、105キロから今75キロまでトゥルルルンとなんかマックス105キロあった体重が、105キロの時ですね、今これ105キロですね、マックス105キロあった体重がトゥルルルルンパン、あこれだこれですね、これになりました。むしろこっちにも出しておきます。75キロに変身中って感じですね。はい、ということで、えなんか事故起こった、はい、ということでですね、さ当時の衣装を着てですねお送りいたしました実況、まあ、実況を言うてもこの結構バズバズカットしてますけれども、変わりましたね、すごい違うな、やばいですねこの結構やばいなこれ、これはねやばいわ、はい、ちょっと頑張って、ベストはあと10キロって言われてるんですよ。でなんか65キロまで落とせば私筋肉量が多いからベストだよとは言われてはいるんですけど、やっぱりねまあ60キロは切りたいなっていうのはちょっとあって、でもね私ね今なんかその付け足して言うのもあれなんですけど、今小学校6年生の時の体重なんですよ。私これなんですよ小6の時、相撲やってる時なんですけど、これどうなのかなっていう、成長期の体重より細くなれるのかっていうちょっとね疑問が生じております。はい、ということで仰天ニュースには出ておりました、その時の衣装がこちらでございます。はい、証拠として残っております、この顔面とこの衣装と、なんだ 何が残ってるんだろう、なんか何かしら残ってると思うんですけど、あその時使ってた携帯、あーすごい、はい、その時使ってた携帯ですはい、ということで盛り上がりでした、仰天ニュース皆さん見てくださってありがとうございました。下の概要欄に昔の仰天ニュースの告知の動画が多分2個ぐらいあって、でそのもう一個なんかね最近上がってる仰天ニュースの多分消されちゃうかもしれないんですけど、消されるまでは一応リンク一応貼っておきますので、私だよっていうことを伝えてはおきますので、皆さんもう一回見直してみてください。ということで盛り上がりでした、またねバイバイ。インスタグラムの ID は横に書いてあります、ぜひチェックしてみてください。